アメリカ合衆国の政治家、宗教的指導者、末日聖徒イエスキリスト教会の第十三代大官庁ドワイトディアイゼンハワー政権で第十五代アメリカ合衆国のオム長官を務めた。千八百九十九年八月四日にアイバ州ホイットニーの農家にて十一人兄弟の長男として誕生した。千九百五十三年にベンソンは。 ドワイト・ディ・アイゼンハワー大統領から、農務長官に指名された。ベンソンは、モルモン協会大官庁、デイビッド・マッケイの許可を受けて、農務長官指名を受諾し、12使と定員会会員と兼任して、農務長官に着任した。ベンソンは、アイゼンハワー大統領の任期満了となる1961年1月20日まで、農務長官を務めた。ベンソンは、 アイゼンハワー大統領が打ち出した物価安定政策について反対した。この政策は農産物価格を下支えすることにより農家を支援するものであったが、ベンソンは承服し難い社会主義政策であるとして異論を唱えた。1994年5月30日にユタ州ソルトレイクシティにて死去した。94歳であった。ザ・ブラック・ハマー。ありがとうございます。